りはここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様。最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう秀之進。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀野、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい、知って父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派にいかれたのであろう。